シルティカイム、またはシルティヒハイムは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏の都市。コミューンの歴史は旧世紀から、シルン上とボスバー教会の周りで成長した、定住地に遡る。シルティカイムは、ストラスブールの北、ライン川に向かう最後の丘に根付いていた。ストラスブールから追放された、アデルスホーフェン住民がやってきた14世紀終わりに、 コミューンの成長が密接に結びついた。彼らは村の中ほどに集落を築くことになった。シルキカイムの人口は17世紀までわずかで、1683年にはわずか800人に過ぎなかった。1850年代に産業化が進むと急速に人口が増加し、1905年には1万4000人に達した。常に軽装地であったアルザスにあるため、 シルティカイムは中世から破壊と災難に見舞われてきた。1870年のストラスブール包囲戦ではプロイ戦軍に占領され激しい砲撃を受けた。不屈戦争の敗北後、シルティカイムを含むアルザスは1918年までドイツ帝国領であった。1939年から1945年までシルティカイムは再び最下にあった。 住民は1939年9月から1940年夏にかけてオートイコールビエンヌ県に避難し、その後アルザスへ帰還した。ナチスドイツに併合されたシルティカイムが解放されたのは1944年11月、フィリップル・クレール将軍指揮下の自由、フランス軍によってであった。シルティカイムは別名してデブラスールと呼ばれるほど多くの醸造所がある。 代表的なものに、フィッシャー、シュツンベルジェ、アデルス・ホフフェン、ハイネケンがある。しかし近年、シルティカイムのビール醸造所は、挫折を経験してきた。2000年に、アデルス・ホフフェンが、2006年に、シュッツンベルジェがシルティカイムの醸造所を閉じた。フィッシャーはハイネケンに買収されリストラを受けた。ありがとうございます。